2021年4月10日時点の渋谷駅再開発工事西側の模様をお届けします。前回は3月14日約1ヶ月前に一度撮影をしておりまして、それ以来変化があったかどうか少し見てみたいと思いまして来ました。東急東横線西か南間の解体の状況ですが、パッと見はあまり変化はないようですが、最上階の方は徐々に解体が進んでいるのかなというところですかね。はい、こちらは国道246号線側にやってきました。歩道橋の真下あたり、 JR の渋谷駅の建物の近くですね。前はこの今映しているあたりはもう少しごちゃごちゃしてたような印象があったんですけれども、少し小綺麗になったかなというのが気のせいでしょうか。はい、そしてこちらが先ほどのですね、より渋谷の駅側に近づきました。はい、ポジションとしてはこちら国道246号線なんですが、南側に相当します。恵比寿寄りですね。なんか旗がやたらといたんですけれども、まあ、それはさておき、ここの道路は将来的には車線がもう一つ確か増えるような記憶があります。はい、そして地下にも地下通路がおそらく建設中かなというふうに推察をいたします。はい、歩道橋の上に上がってきました。ここからは西側の全体のですね、工事の模様がまあ一望できるということで、はい、このようにですね、東急東横線西か南かの解体の模様、まあ、外側の外壁がですね、依然このように、はい、高くあるので、どれだけ解体が進んでいるかというのは一見見えづらいところではあります。上のですね、防音壁のところの建物のある場所がどんどん下に降りてくるのかな。で、このクレーンは JR の駅の方の工事の方でですね、まあ、何か物を撤去したりとかに使うのかなというものでしょうか。はい、こちらですね。であとは以前も3月14日の映像でエレベーターの工事のお話をしました。で、まあ、引き続きこちらもまだ4月10日時点ではまだ工事が進んでいる状態、まあ鉄骨もまあこのように見えているので、まあ、徐々にこっち側にですね、外壁ですとかエレベーターの機材ですとかが運び込まれて、実装されていくのかなというふうに推察をいたしますが、まだ4月10日時点ではまだ工事中という状況でございました。はい、こんな感じですね。はい、まあ、これもいつ完成するのかは、まあ、多分下のところの工事の看板を見ればよかったんですけど、すいません、そちらの方は撮影をしておりませんで、いずれまた分かり次第ですね、目処を見てみたいと思います。あとこちら渋谷ふくらす側から改めて渋谷の東急東横店西館の上の方、旧多摩天ビグの上の方を眺めて、まあ、どれだけ解体が進んでいくのかなというのを眺めてみた、絵になりますけれどもね。はい、以上でございます。ありがとうございます。